熊本県よりお越しいただきました柳賀灯籠踊り保存会の皆様によります柳賀灯籠踊りでございます。和紙と糊だけで作られ室町時代から伝わる国指定の伝統的工芸品柳賀灯籠を頭に掲げ明かりを灯して優雅で美しい踊りを披露する柳賀灯籠踊りは九州熊本県を代表する郷土芸能として広く知られております。毎年8月15、16日には全国でも代表的な火祭りに数えられます柳賀灯籠祭りが開催されております。中でも1000人の女性が踊る千人灯籠踊りでは幻想的な明かりの舞が観光客の目を引いています。この灯籠踊りを保存継承している団体が昭和32年に設立した柳賀灯籠踊り保存会でございます。それでは柳賀灯籠踊り保存会の皆様よろしくお願い申し上げます。どうぞ大きな拍手をお寄せくださいませ。
皆様こんばんは。